こんにちは平井明です前回の動画の方でスコア別で何を練習したらいいかっていうリクエストをくださいっていう動画でですね早速ありがたいことにリクエストいただきまして先着順ですっていうお話をさせてもらったと思うんですがまず100切りの方が最初ですねなので100切りをするために何をするかっていう動画を最初に撮っていきたいと思います平井明のワンアップゴルフ 100切りを目指してる方は簡単に言えばとにかく球数を多く打った方がいいです考えることスイングを作ることよりもまずクラブを振ってボールを打つことっていうのがめちゃくちゃ大事になってくるんですよで質が高まる練習をしてくると球数もなかなか打てなくなってくるんですそれは頭の疲れだったり体の疲れもすごく上になればなるほど出てくるんですが 100切りって何で100を切れないかっていうもちろんことだと思うんです。で、それってボールを打つ慣れがまだ体に染みついてない方がほとんどなんですよ。で、実際自分も見てて100切りを課題にされてる方ってああ、まだちょっと球の打つ感覚っていうのが足りてないなーっていう方がほとんどというかほぼ全員だったんですよね。なので。 結構球数っって打った方がいいんですですもちろん1週間に何回練習行くかにもよると思うんですけど週1練習に行く方だったら4500球は打った方がいいですね最低で週2行くんだったら1回300ぐらい理想はじゃあ僕が100切りさせますって言って例えばお一人お客様が来たとしたらじゃあ週4日練習行ってくださいその4 1>, 1回行った1回の練習で最低250打ってくださいって僕は言いますそれぐらい球数を打たないと100切るって知識とかスイングとか技術とかっていう問題じゃないんですよもちろん知ってた方がいいこともありますけど球をとにかく数を打つことが大事なので練習量を増やせば100切りというのはめちゃくちゃ近くなります ので、もう本当データ云々とか、スイングの動きがどうのとかじゃないんですよ。で、実際、先輩の話で、インドアで教えてる方がいて、で、その方と自分の先輩が一緒に回って、どうやって感覚で打ってんのって、その自分の先輩がインドアやってる方に聞いたら、わかんないって言うんですよ。で、それどういうことかというと、インドアってデータ、数字で出すんですよ、結果を。なので、 自分がどうやって打ってそういう数字になったかって分かんないんですよね。もちろん分かる方もいます。いますけども、コースでは数字が出ないです。もちろん。で、その数字はコース行ったらスコアでしかないんですよ。なので、あんまりその映像だったり数字にとらわれすぎて、自分のやらなきゃいけないことができなくなっている方、もしくはやってない方が多いんですね。で、 やっぱりボールを打たなないいいと自分のの感覚っててうのが生まれてこないんですよボールに対しての動きだったり飛んでく球に対しての自分の動きっていうのが覚えられないんですね体でなので球数を1球でも多く打ってこうやって動いた感覚の時はこういう結果が出るっていうのを早く一致させることがスコアアップの鍵になるのでその練習を多くやっていただいた方がいいですね で月で言うと理想は月に2回コース行って週に4回練習場に行けたらいいですねでその1回の練習が先ほども言った250以上そんなに打てないよっていうんだったら200以上でもいいですけどそれぐらい打っていただいた方がいいですねでやっぱりスコアが例えばじゃあ今度90ギリ80ギリになってくるともちろん変わってくるんですなので100を切りたいっていう方は球数を打つことが 本当にに大切になってくると思いますので、ぜひ練習場でですねコインとかカードとかってあると思うんですけど終わろうかなと思ったらプラス10球とか今日は2コインしか打たないって言うんだったらプラス1コインして3コイン打った方がやっぱいいと思うのでちょっと球数を増やしてですね練習していただければと思います。うん 200打つとしたら150球アイアンでいい。で、50球を打ッとなりドライバーを打った方がいいかな。うん。だから、7割ぐらいはアイアンの方がいいかもしれない。言ってもドライバーって一番簡単になってもらいたいの、ね、よ。ドライバーは、いや、一番難しいと思ってる方は多分ドライバーのスペックが合ってない方だと思う。簡単なスペックにしてあげたらもちろん簡単になるから。で ドライバーってティーグランドの好きな場所にティーアップできてでティーアップしてるってことはボール浮いてますで一番ヘッドがでかい一番優しくなきゃいけないクラブだけどドライバーが苦手って言ってる方がほとんどなのねそうだからちょっと逆を言ってんだよねドライバーは一番軽いし一番優しいはずにしてあげた方がいいんだよねだからもちろん簡単なんだから練習はそんなにいりませんよって思ってもらいたいだからアイアンの方が地面に置いてあって クラブもも短いヘッドも小っちゃいでそもそも飛ばないからいろいろ工夫しなきゃいけないクラブだから余計ウエッジも含めウエッジも含めウエッジも含めで細かく分けると200球打つうちの150球アイアン打ってくださいって言った50球がアプローチ、うん、A とか S で50ヤード以内を50球打ってもらいたいで残りの100球を好きなアイアン打ってもらいたいただ必ずやることは絶対ターゲットを決めること。 マットに対してててまっっすぐだけ打っててもダメもちろんマットに対してまっすぐに50ヤード100ヤード150ヤードの看板が全部揃ってんだったらいいよ、うん、いいけど多分ほとんどそういう打席ないんだよねうんだから必ずターゲットを決めて多少打席マットに対して斜めに立ったりした方がいいねうんそういう練習をした方がいいよねうんであとウッド系ユーティリティも含むウッド系は 残り50球で打ってでもね50球打つって相当つらいのよ長いものをだから30でもいいでそのマイナス20した20球をアイアンにプラスしてあげてだからアイアンの100球を120球にしてもいいうんとにかくアイアンの方が大切それは前の動画でもこれも言ったけどドライバーはワイドに打つでもアイアンはタイトに打つだからアイアンの方が精度が高くないといけないからその分練習量も増やした方がいいね そういう練習の仕方を100切りを目指している方がしたらまあ時間はかかんないと思うよ、うん 1> うん、週1回の練習量だと厳しいよね、うんうん、なかなかできないと思うよっぽど噛み合わせドライバーからパターンまでの噛み合わせが良くないと出ないし、うん、その球数をそれだけ打つことによって何ていうんだろう100ギができるようになるその根拠というか理由というか、うん、なんかある、うん,んと、ね、やっぱり。 昨日練習行きました。例えばね。で、今日また練習行きますって言った時に、前回のおさらいを今日練習場行った時にやってたらダメなわけよ。もう今日は今日の練習を1球目からできなかったら上達してないから。うん。おさらいをする時間はもったいないし、頭の中だけだったらいいけど、どういう動きだったっけってやってる暇はないわけよ。ただ、練習量が少ないと、 それをやんないと自分のスタート地点にその日のスタート地点に立てないでね体の動きだったり頭の中がそうなってくるとずっとねそうそれはねあんまりおすすめしないうんそれは質が高まった60代70代の目指してる人の練習だったらいいわけよでも100切りってそうじゃないから もっとね単純に考えなきゃいけないし動きを覚えられる数を打たないとそれができないからだから週4回って言ったしその2 5十球打たなきゃいけないとにかく考えなくても動ける状態に常にしとかなきゃいけないっていう意味でそういう量になるんだよね。うん、やっっぱり打ててくくるるるうちにに変化は出出絶対出るそれ例えばじゃあ本当に週4回の 250球打ったら1ヶ月後にもう結果は出てくるからその100キるじゃなくて練習の自分の球質もそうだし振ってる感覚もそう絶対1ヶ月それやったら変化は出るから、うん、そこで下手になってたら前の方が良かったって言うんだったら相当質の悪い練習をしてると思ううん、うん だから難しいこともやんないでとにかくクラブを上げて下ろしてボールにヒットさせることを純粋にやってたら下手になることってないと思うのよじゃあ球数をそれだけ打つ間に、うん、あこうやったら当たるかもこうやったら当たるかもっていうの自分でだんだん分かってくるて分かってくるあそういうことん、うん、多少なりとも自分で考えてやってれば、うん、絶対分かるからあじゃあその分かってそれをものにしていける球数が必要とか そううん、現に多分ジュニアからやってる人多分全員そうだからでプロになった人めっちゃくちゃ上手い人トップアーマーになった人は多分みんなそうだ、うん、小学校中学校でそんな頭俺らの時はほとんどみんななかったからもうとにかくボール打つことが楽しくてボールずーっと打ってるだけだったからそれでもできたから、うん、で絶対にジュニアが頭いい悪いとかじゃなくて もちろん今その社会人になられてゴルフ始めた方なんてすごいね考える知識とか調べる知識があるじゃないだから絶対により多くの情報を得られるわけよだから絶対そのジュニアから考えないでやってる子よりは絶対考える知識はあると思うんでねだからそういった面でも考えすぎちゃう場合もあるからとにかくシンプルにボールを打つことっていうのが本当に大事になる 今のはここうううだだっっったたからこうやってきっと動いたんだろうなとそういうのはあんまりいらないんだよね、うん、もっと単純な理解でよくて右行ったら開いて当たりました左行ったら閉じて当たりましたの考えでもいいぐらい、うん、そうだから次はじゃあまっすぐ当てようっていう意識があった方がよっぽどいいと思うそのここの動きがこうだからとかここの動きがこうだからとかじゃない、うん、もっとシンプルでいいほんと単純な動きが一番飛距離も出るし 優しいしい楽だから、ねうん、大体じゃあその100キルにはどれぐらい当たるようになったら感じな例えば7番やんンとか8番やんンで狙ったところに10球打ったら67球は絶対そこの狙ったところにいくってなったらもう目の前だと思うよ100ギリは<ー>、うん、それがドライバーからサンドウェッジまで全部同じ確率だったらだから均等に打ってほしいんだけどね 番手をね何番だけとかじゃなくて何番だけってやるのは本当130とか初心者とか120ぐらいだったら全然いいんだけど100ギリぐらいまでもうレベルが来たらやっぱりね苦手クラブがあっちゃいけないしもちろんパターの練習もやらなきゃいけないしどれかやるやらないが出ちゃうと良くないからその中で例えば苦手なクラブがあるんだったら、うん、それは苦手にならないようなスペックにしないといけないと俺も、ね、苦手クラブ。 得意クラブって聞くんだけど振りづらくて苦手なのかそもそもクラブが合ってなくて苦手なのかっていう判断もあるんだよねで、ほとんどの方が多分クラブが合ってないそうでなんでそれ言うかっていうとそのクラブだけ振り方が大げさに変わることはないからか、うん、同じように振ろうとしてたとしてもしなかったとしても 変えらんないからそんな大げさにそ,うその中で当たる当たらないが出るってことはそのクラブだけ合ってないのよっていうと昔の動画を振り返ると、うんうん、当てる役割をしてるのはシャフトだからはい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 、はい、ってことだよ,よく知ってますね登君そ <laughs>、うん、からあなるほどね <laughs> そうそういうことだよねそう,そういうことなのロフトもあるよロフトもあるしほとんどはシャフトなんだけど、うん、ライトスペックすぎたりオーバースペックすぎたり要は単純に今登君の言ってくれたように自分に合ってない うん、ものがある結構ある結構100ギリぐらいのレベルになってくるともちろんクラブも詳しくなってきたり他の人からもっとこういうクラブ使った方がいいよとかこれやめた方がいいよとかいろいろ言われるんだよねそうなってくるとあそっっっちちの方がいいいんんだだとかこれ良くないんだって思っちゃう人もいるよ、うん、そうするとせっかく良かったのにそれがダメだってなって手放しちゃう人もしくは新たに入れちゃう人購入しちゃう人。 そういうのがいいものはずっと使ってた方がいいし、うん、で当たらないけどいやこれいいクラブだから使ってた方がいいよそれはまた違うんだよねスコアとはもちろん楽しみの一つになっちゃうから楽しみの一つだったら100ギリはもうやらない方がいいしその時はねまた新たにね1年後2年後やるのはいいけど。 数字を意識して今やろうとしてるんだったらとにかく数字に執着した方がいいからクラブでねスペックを見直すことはすごく大事なこといやあるよでも結構「このクラブ苦手です」とか、うん「苦手でしょうね」っていうクラブ使ってる人いるから見てね、うん、それははっきりわかるけどでもどういう経緯でそれを買ったのかも俺は知らないしこんな良くない言い方今こうやってしちゃってるけどでも本当に。 本当にそううだかかららって思う部分は多いからねそこはもうお世辞言っても嘘言ってもしょうがないしだから本当に苦手なクラブっていうのをもちろん作らない方がいいからそのために苦手なクラブにしないことにした方がいいよねスペックをね、うん、優しくしてだから単純にあんまり体の動きとか使わない要はベタ足スイングっぽい感じで本当にこう腕2本の動きだけで男性だったらレディースクラブで打ったら。 ままあまあいいスコアで回れんのよ本当にでも自分のクラブになった時に体を使わなきゃダメちゃんと回転しなきゃダメちゃんと腕も使わなきゃダメじゃないと打てないクラブを使ってる人も多いからちなみに俺が使ってるのはもう体使わないで手打ちでも距離は変わんないからへえ変わんないんだ優しいからだからそのうまい下手とかじゃなくてだから練習してなくてもいいスコアが出るわけよ それは自慢とかそんなんじゃなくてそれぐらい優しいクラブを使ってるからってことなのよで、うん、それってすごい大事なことなんだよね、うん、だから今なんか見えも何にもないからドライバーなんか 5S 使ってるけど 5S 使ってだっていい球が出てれば絶対そっちの方がいいって俺は思うからだからすごいライトスペックを使ってるわけよ、うん、実際に距離もそんな変わんないし 最近行っっっったた先輩とかはむしろ試合やってて時より飛んでんでるじゃないいのって言ってもらえるぐらえぐだからそれはそれでいいことだし自分も振ってる感じ悪くないからだから本当に変えてみると意外とこんなもんかっていうことって多くてうんやるまでがすごく勇気がいったりするんだけど変えちゃうと意外とあいいものはいいで片付けちゃおうってなってくるとスコアも自然と良くなるんでねだから。切りでで今悩んでる方に 動画撮ってるけど何か一つだけじゃない練習量だけじゃなかったりするんだよねスペックだったりもちろん練習量だったりするけど 最初にスイングとか練習の質は来ないですよってことなの、うん、それはもうちょっと先のことだから練習量とある程度のスペックがあってたら本当百切りって頑張ってる方はすぐだと思うんだよねだからそこをちょっともう一回見直していただくと自分に欠点があったりとかするからそこを見直してもらった方がいいね百切りに悩んでる方にちょっと動画を撮っていきましたリクエスト本当にありがとうございます 言い方があまり良くなかったりちょっとんって思う言い方も途中したかもしれないですけども真剣に話させてもらいました次はですね70代はどうやってやったら出るのっていうリクエストをいただいたのでそちらの動画も撮っていきたいと思いますあとあ全米シニアに出るためにってリクエストいただいたんですけどまずはちょ,ちょっとその先輩僕知ってるんですけどまずは年齢を待った方がいいかもしれないですねまだ出れる年齢でではなかったので ぜひちょっと年齢を待っていただくことが一番だと思います。リクエストありがとうございます。ちょっとでもですね、気に入っていただけたり、いいなと思ったら、チャンネル登録やグッドボタンの方、よろしくお願いいたします。では、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。